かげろうダークサイドプリンセスということで、皆さんどうもこんにちは、ギークのエルニドでございますということで、今回からね、コエテクモゲームさんのこちらのかげろうダークプリンセスというゲームをやっていきたいと思います。ですね、簡単に説明するとトラップアクションゲームですね。罠で敵をはめて殺しちゃおうというやつですね。さっきちょっと続き聞かれるっていうのもあったんですけど、ちょっと一回第1話だけをちょっとね待ちきれずに、そうね、実況準備する前にやっちゃったので、ここはねもう一回初めからやっていきたいと思います。まだ1話しかやってないんでね、全体の概要は分かんないんですけど、いやー、カレーさすがかわいいっすね。でこういうね、こういうお姉さんもね嫌いじゃないっすよね。あ、この子はねあんまりタイプじゃない。そしてこれがね今回主人公となるレグリニアさんでね、そのさっき封じられているって言われた魔人の娘さんみたいですね。スコーンと。でこれがさっき言った聖書のかけら一つ目ですね。いやー、ホットアイっていうのはいいね。ちょっとね中二心をくすぐられる感じがしますけどもね。猫とかだとよくオッドアイがいますよね。黒目と青目でとかね。なんかあれは遺伝的なものらしいですね。うん。でもオッドアイになると実は視力がね片方というかもう落ちるらしい。ということで大将裁きの序幕やっていきたいと思います。衣装はね基本的にチュートリアル付きだったので、その部分はちょっとチュートリアルは今回ね省いていこうかなと思います。気を抜くと魂が吸い込まれそう。ああ、なんかこう感じるものがあるな。感じるものが団長の言ってたこと本当なのかもね。半信半疑だったけど、この森の奥に住むという魔女、何にせよそれが団長から下された俺たちの使命だ。そして俺たちはその使命を果たさなければならない。なるほど。そうね、全ては大義のため。大義そうだ、大義のためだ。いや、こういうねゲームでいう大義っていうのはもう本当どうしようもない大義が多いですからね。こんなところに城が。ね、ゲームとか小説とかはここじゃないの、よく大義って言ってますけど。私たちのお目当てがいるのは。行くか、レッツゴー。暗い森の中、二人の戦士がさまよっていた。彼らは草むした古城を見つけるとおずおずと中へと入った。そこが彼らの目的地だった。彼らは彼らの使命を果たすためにこの城へと来ていた。だが彼らの使命はこれから始まる運命の前では単なる序幕に過ぎなかった。はい、ということで、やっていきましょう。気配を感じる。誰かいるわね。貴様ニュータイプか。魔女か。正確には違いますけど。違いますけど。誰だ。あなた方の標的です。
魔女自らお出迎えなんて随分と丁重なおもてなしね。声震えてんぞ。ひっそり背後からってのもつまらないでしょ。こちらもそれなりに盛り上がっていきたいわけよ。なるほどね。もう一人。ちょっとリリアもいるんだからね。ちょっとねこの声はね顔と合ってないからあんま好きじゃないですよ。3人の魔女か。あ、まあね2人はいいんですけどね。大義なんてもんがあるんだ。もう前置きはいいからいいから始めましょうよ。3対2か。いえ2対1です。さあ姫様。ズーン。また出てきたか。このお方こそあなた方が言うところの魔女です。ほう。私たちはそのしもべでしかありません。なるほど。つまりあんたらは手を出さないと。ええ、直接に。いや、このね主人公の服はねすごい格好しとられますけどもね。じゃあ行こうか姫様。あのセオリーをね完全にむしってるっていうね。普通だってさ、あの寄せてあげるのが世の常なわけですよ。今回はチュートリアルいらないです。それをね、あの横に持って、あの寄せるじゃなくて離すというね、もう新たなその境地にね入ってしまってますね。ミッションがあるんでね、こうやってアロースリットを敵に当てるっていうミッションがあるんで、今回はそのアロースリットを当てて、アロースリットはこの壁からシュッって出てくるんですね。これを当てていきたいと思いますので、とりあえずこうですね。ベアトラップっていうのはあの足止めするものなんで、とりあえずそれで足止めをしてですね、ペンディラム打っていきたいと思います。ペンディラムはあのさっきあのオープニングのなんかアニメーションでもあったあのグワンってやつですね。はい、ということでよいしょ。落ちなさい。でこれでミッションコンプリートでポンと。さあ1コンボなんで、もう一回ねこれで同じコンボを当てていけばいいと思いますんで、ここにおびき寄せてちょよいしょ。でこれで3ヒットコンボ OK ですね。 OK です。女好きのサガってやつですかね。こいつをやればボーナスが出るのね。ビッグボーナスということで、このねちょっとけなげな子ですね、親父の薬代を稼ぐためにねちょっと仮にやってやるわ、来られたみたいですね。まあ、仕掛けを2種類使うっていうのはごくごく簡単なことで、僕はねこのベアトラップ大好きなので、よくベアトラップ使いますね。あのね、とりあえず敵の動きを止めておけるんで楽なんですよね。あ、それちなみにですね、あのあれです、僕の、カゲロウこのシリーズやったことあるのは第1作目の1作目のですね、1作目のなんていうんですか、あれですね、体験版をやったことがある予定でですね、ウシャーゴーン。はい。ごめん。でも私、はい、申し訳ないです。はい、ということで、第1章その1ということでね、今回はこの辺りで終わろうと思います。ではね、第1章その2でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てください。またチャンネル登録の方もねしていただければと思います。